どうも西田渉です。本日なんですけれども、 JPEG しか撮れない人のこの3つの理由ですね、これを説明していこうかなというふうに思っております。皆様こう、例えば写真とかのこうコミュニティとか、そういったなんかいろいろとね、その写真サークルとかに所属されている時に、デジカメですよね今の方って。基本的にはもうね、フィルムカメラっていうよりかはデジカメで皆さんお持ちで、こういろんなね自然とか、人物とかねお撮りになる方がいらっしゃると思うんですけれども、結構そういった写真サークルの中とかで、あの JPEG しか撮らない方って、そして、JPEG を JPEG しか撮らない理由とかを結構熱く語る方とかがいらっしゃるかなっていうふうにね思っているんですよね。そういった方のなぜその方たちは JPEG しか撮らないんだろうなっていうところのね、3つの理由っていうところ今日はお話しようかなというふうに思っております。まずこれ結論なんですけれども、1つ目がパソコンに弱い、そして2つ目、わからないものを否定してしまうと。で3つ目なんですけれども、フィルム時代の知識で止まっているというね、この3点が一番大きな理由かなというふうにね僕は思っておりますね。っていうところで、この3つのね理由ですね、こちらを深掘り解説していこうかなというふうに思っております。まず1つ目ですね、パソコンに弱いです。これはもう純粋ね、あのお年を召した方とかだと特になんですけれども、スマートフォンをお持ちであったとしても、ほとんど電話の機能とメールしか使えないとかで、っていうところでね、パソコンの知識とかが基本的になかったりすると、そもそもですねローデータ自体を加工できないということになりますよね。これが結構ね一番大きな理由な気が僕は結構しているんですよね。パソコンが知識がなければローデータを加工できないっていうところですよね。もちろんあのライトルームとかキャプチャーワンとかね、そういったアプリケーションすらももちろん使えないので、DPP デジタルフォトプロフェッショナルもそうですよね。パソコン自体がよくわからないと、もうもちろんそういったアプリケーションを使ってローを現像して TIFF とか JPEG、PSD とかそういった拡張子もおそらくわからないという、どんどんねそういったところになってしまうので、もうやはりここが一番根本的な理由というところになりそうな要素かなというふうには思っておりますね。そういった JPEG しか撮らない方がどれぐらいねパソコンの知識を持っているか持ってないかでも、まず一つの大きなバロメーターになっているのかなというふうにね、思っておりますね。で次になんですけれども、ここは精神的な問題ですね。考え方の一つとして、もう分からないものを根本的に否定してしまうと。例えばパソコンはある程度使えます。パソコンの電源を立ち上げて OS が立ち上がって、シャットダウンができるとか、例えばパソコンのメールからねメールを送るとか、そういったでインターネットとかもねある程度サービスが使える。そして、僕のこういった YouTube のチャンネルをご覧いただけてるっていうことは、基本的にはねYouTube とかもねブラウザー上で見れることができると。そういったことは可能だったとしても、じゃあカメラのね専用アプリケーションっていうところですよね。そういった専門のアプリケーションを勉強して使いこなして、じゃあそこまで使いこなしてローと JPEG の違いまでを分かるようになる、その探求心というものがあるかどうかっていうね、そういったところ大きいですよね。だったらもうよく分からないから、もう根本から否定してしまおうっていうね気持ちになってもおかしくないのかなっていうふうには思いますよね。ここに関してはもう全ての物事に共通することなんですが、やはり向上心、そしてね、知識欲とかっていうところがね大きく寄与してくるかなというふうに思いますね。ローデータがあるって言った時に、それはどういったものなんだろうっていう、まずここは知的好奇心ですよね。で JPEG とローってどう違うんだってことをまず探っていく。そしたら、あ、ローデータってものがあればより潤沢なね情報、色情報があって、だったら絶対 JPEG でもいいはずだから、ぜひこれをローデータをなんとか自分のものにしようっていうね、向上心とかあったら、またどんどんね否定せずにそれを受け入れて、より高み、写真の高い表現にね生かしていこうというふうに考えてもおかしくないんですが、もう根本的にどうしてもね分からない、あ、じゃあもうめんどくさいし、だったらもう分からないから否定してしまおうと、そういったね流れになって、必然的に、消去法でね JPEG を選んでいくっていう流れになっていってることもあるのかなというふうにね思ってしまいますよね。なのでやはりデータのアウトプット方法が根本的に分からないと、必然的に JPEG しか選択肢がないって感じですよね。ローも知ってて JPEG も知っているのではなく、もう JPEG しか必然的に、選択できない状況にあるっていうのがね、ちょっともったいないなっていうふうには思っておりますよね。でもう一点ですね、フィルム時代の知識止まり、こちらですね、これって昔のねフィルム時代に写真を経験されていることだったらお分かりかなと思うんですけれども、昔ね写真の DPE ショップってありましたよね。今もねあの富士カラーのね、パレットタウンとかかな、そういったところにフィルムで撮ってフィルムをこうポンって持っていくと、デジカメプリントじゃなくて当時だとフィルムプリントですね、フィルムをこうシートのように現像してもらって、そのフィルムの24枚撮り、そして36枚撮りだったらその L 版と呼ばれるねこのぐらいの手札と呼ばれるこのぐらいのサイズでプリントされてきて、そこで綺麗に撮れたなっていうね、
その辺で知識が止まっている方がそのまんまデジカメに乗り換えてきていると、そういった現象がかなり起こっているのかなというふうに思いますよね。そこの知識で止まってしまうと、ある程度の露出とかはおそらく分かっていると思うんですよね。あのシャッタースピード、そして絞り、ISO感度と、それが3つが組み合わさって、写真が撮れるんだっていう知識はお持ちだと思うんですけれども、フィルム時代の、知識で止まっているとですね、これもまたいつも僕が言ってる弊害がありまして、とにかく ISO 感度を下げたがる傾向に今度はなっていくんですよね。そうなると ISO 感度を下げるってことは、絞り開放にしたとしてもシャッタースピードが遅くなるので、今のね5000万画素とかのデジタルカメラの時代になりますと、もう手ぶれが非常に顕著になったりして、失敗写真のオンパレードというか量産する可能性があると。なのでフィルム時代の知識止まりの方のカメラ知識っていうのがですね、今のデジカメ時代 にはかなりね弊害になっているっていうふうに僕は結構思っているんですよね。そこも派生して、フィルム時代の知識から派生してローデータ自体がねもう基本的にわからないと。そう考えると、写真屋さんにねフィルム持っていって、そのまんま綺麗にプリントが上がってくる感覚っていうのは、どっちかというと JPEG で撮影して SD カードのメモリーとかをフィルム屋さんに持っていって、そのままフィルムプリントをしてもらうと、そういったことに非常に近似してますよね。なので必然的にローデータわからない、否定してしまう、そして JPEG で撮影する SD カードを写真屋さんに持っていく、そしてプリントしてもらう、このぐらいの L 版って呼ばれるサイズですよね。そういう流れで、かなり写真活動をされて、機材とかはね非常に優秀な機材をお持ちだけど、結局はフィルム時代の知識で止まっていってしまって、 SD カードとかコンパクトフラッシュとかを写真屋さんに出していると、そういったところでね止まっている方が非常にいるんじゃないかなと思ってまして、それが今日のね JPEG しか撮れない方の3つの理由っていうねところに、帰結するかなというふうに思っております。総括に参ろうと思います。これローデータを加工できる知識技術を持ってから、 JPEG ってこういうものだよねっていうね、 JPEG っていうものをこういったものですっていうふうに語れる人っていうのと、 JPEG しかね全然撮影していない状況でローデータっていうのはもう思いだけだし、本当にもう大体の人は JPEG で撮るんだからこれでいいんだよっていうね、カメラの本当に JPEG とかを加工するのは本当にもはや真実を写してないから写真じゃないっていうねおっしゃる方とかもいるっていう話をね間接的には聞いたりもするので、まあ、僕はねどうしてもねこの個人でプロの現場でいるので、もうローデータ、プロでローデータ JPEG だけで撮影するなんて人はねほとんどいないのが実情です。 JPEG 撮影する人はもう大量にカットを撮って、もうどんどんこなさなきゃいけないプロのカメラマン、受託撮影の中でもウェディングですとか、まあ、ウェディングでもローで撮るのかな、まあ、例えば大量の EC サイトの物撮りをしなきゃいけないですとかね、もう1000枚とかもう500カット撮らなきゃいけない、そういった時はロー現像してる時間がもったいないので必然的に JPEG になっていくと。例えばですけれども、こういったカラオケのねこういった本なんですけども、こういったアーティストをきっちりと撮るってなった時に、 JPEG で撮影するカメラマンなんていうのはねもう絶対100人いたら100人とも全員ローで撮影しますからね。それはなんでかっていうと、きっちりと撮影してさらにスキントーンとかをきれいに仕上げていくには、より JPEG よりも色情報が整ったローで撮るっていうのはもう必然っていうか当たり前の状態なんですよね。これはもうフィルム時代からそのレタッチなんか昔はしてなかったっていうんですけど、フィルム時代から全然レタッチなんていうのはもうバンバンしてましたからね。そこをそういうところでね、この JPEG しか撮れないその3つの理由っていうところは、やはりいろんな意味での情報と技術が足りていないと、そこに尽きるのかなというふうに思いましたね。あとやはり今の時代はですね、このローデータっていうものをねこういじって加工してね、ライトルームとかキャプチャーワンとかでね、そうやって加工して自分の表現の高みをどんどんね高めていくことによって成り立つ時代なので、ぜひねもうローデータで撮影するというのはもう当たり前で、時々ねもしもですけれども、この JPEG でしか撮らないという方がね、ハイアマチュアとか上級者の方でと思われる方でいらっしゃったりするとね、根本的にもうまず違う考え方、これは間違った考え方として捉えておくといいのかなというふうにね僕は思っておりますね。 JPEG しか撮れない人の3つの理由っていうのはですね、根本的にはまずパソコンとかそういったデジタルデバイスに弱いっていうところですね。パソコンがもう理解できてない、そしてどうしても精神的にね、今までどうしても写真歴が長いっていう自負心からか、自分が分からない知識とか技術に対しては根本的に否定してしまうっていうね、成長を阻害するような、止めるようなね、自分を狭くね規定してしまうような意思が働いている可能性が一つあると。そしてもう一点はフィルム時代の知識止まりですね。そのフィルム時代っていうのも、僕がやっていったフィルム時代っていうのはもうむしろ僕自身がカラーペーパー自体も機械を通じて自分自身でね、僕とかプロの現場だと自分自身で
写真プリントしてたぐらいなんですよ。もう完全暗室を作って、そういった大きい機械がありまして、写真のペーパーを、ね、通すと、こうやって現像停止定着って、ね、3つの液を通ってきて、そして水洗、水で洗って乾かして、そして1枚の写真に仕上げるっていうね、そういったことすらも、ね、手焼き、機械焼きっていうのがあって、機械焼きなんていうのはね、結構バカにされているっていう、プロとしたら手焼きが当たり前だっていうね、人がちゃんと意図して持って、今でいうレタッチですよね、そういった作業をして初めて写真プリントとして成立するっていう考え方があったので、そのフィルム時代の知識止まりって言ったところも、本当に写真の街の写真屋さんに出してこのぐらいの写真プリントをやっていた頃の知識で止まっているっていうところでね、本当にどっちかというとかなり弱い脆弱な知識技術っていうことになるんですよね、どうしてもね、その写真技術自体もね。なのでその辺のフィルム時代、写真屋さんのネガフィルムを出してたね時代の知識止まりだとすると、やはりかなりね JPEG で撮影している方が多いのかなっていうふうに思ってますね。なのでおそらくはですけども、そういった JPEG でしか撮れない方っていうのも、本当はローで撮るといいはずなんだってことには漠然と漫然とは気づいてるはずなんですけれども、正直どう対処していいかわからないっていうところが根本にあるはずなので、本来は辛いと思うんですよね。まあ手前味噌ですが、僕とかがやっている西田渡るフォトカレッジですね、 Facebook の方で皆さんね、もう今800名ぐらいの方がね、800名以上かの方がね、もうどんどんね新たなチャレンジで、それこそローデータをね、まだ触ったことがなかった人でも今どんどんねローデータにチャレンジして、どんどん素晴らしい写真をね今量産して、写真をアップロードしてもらってますね、僕のオンラインサロン西田渡るフォトカレッジね。なので今までJPEGでしか撮影していなかった方とかね、ぜひね僕のそのサロンに参加してもらって、いろんな人のね結果、写真の結果とか見ることによって刺激を受けて、そしてどんどんより写真の高い表現をね身につけていただけたらなっていうふうに思っております。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとねエッジの効いたタイトルだったと思います、 JPEG しか撮れない人の3つの理由っていうね。でも結構これねあるあるで、多分その写真のサークルとかに入ってる方だったら出会ったことのある方いるんじゃないかなと思いまして、ちょっとねこの動画にしてみました。質問疑問等ございましたら、ぜひねコメント欄ご活用ください。合わせましてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡るでした。